印象は、木、竹、石、角や造下、金属、合成樹脂などを素材として、その一面に、個人、官職、団体の印として、講師の文書に押して、特有の痕跡を残すことにより、その責任や権威を証明することに用いる。印、藩、陰藩、陰行、陰化、陰神、藩子とも言う。しばしば世間一般では、正式には、 印象と呼ばれるもののことを、ハンコ、印鑑と呼んでいるが、厳密には印象あるいはハンコと同じ意味で、印鑑という語を用いるのは正確ではない。古くは、陰影と印象の所有者を一致させるために、印象を登録させた。この印影の登録簿を指して、印鑑と呼んだ。転じて、日本では印鑑登録に用いた印象を特に印鑑と呼ぶ、こともあり、さらには、 銀行員などの登録員や印象全般もそのように呼ぶ場合もある。品義書に押された異例。品義書では承認の印に印象を押す。印象の材質としては、木、水晶、金属、石のほか、動物の角、牙などが用いられ、近年は合成樹脂も用いられる。これらの素材を印材と呼ぶ。印材の特定の面に、 希望する陰影の対象となる彫刻を施し、その面に、主肉、陰霊、またはインクをつけ、対象物に押し付けることで、特有の痕跡を示すことができる。この痕跡を陰影と呼ぶ。印象を押すことを、王陰、夏陰、王夏という。現代で用いられる印象の種類を大別すれば、照明のために用いられる、生活、実用品としての印象と、天国のように陰影を、 趣味や芸術として鑑賞するための印象に分けられる。古代においては印象そのものを宗教的な語婦として尊重した時代もあり、現代においても海運商法の商材としての印象では、印材の超自然的な功用が重視されることもあるが、宗教的な意味を失った印象ではもっぱら印象、そのものよりも、押された時に陰影として現れる内容が重視される。文明の発祥ともに生まれ、 世界各地で独自の発展を遂げた印象の歴史の中では様々な形態のものが作られた。文字に芸術性を見出す表現性を持った漢字文化圏や古代エジプトではもっぱら陰影に文字が用いられ、設計文字を用いる古代、メソポタミアや古代、ペルシアなどでは絵画的な図案を用いる版画のような印象が用いられた。現代日本における実用印では 陰影には、文字が使用され、漢字を用いる場合の書体には、天書体、楷書体、霊書体が好まれる。印字は、偽造を難しくしたり、防止したりするため、既存の書体によらない、自作の印を使うものもいる。日本の印象は古くは中国から伝来したものだが、その用法は伝来した当時から、中国のそれとは異なっており、江戸時代から現代にかけては、中国や、 その他のアジア諸国とも様相の異なる、ハンコ社会やハンコ文化などと形容される日本独自の印象文化が社会に根ざしている。一方の中国では、印象の歴史は日本より長いものの、身近な日用品としての印象はほとんど民間に定着しなかったが、書道などの芸術と結びついて独自の印象文化が形成された。 ヨーロッパ文化圏ではかつて印象が広く使用された時代もあったが19世紀頃から廃れて使われなくなり印象ではなくサインが用いられる。現代日本で生活実用品として用いられる印象は市町村に登録した実印銀行などの金融機関に登録された銀行印届け出を必要としない認め印の3種類に対別されそこから さらに細分化することができる。文書の電子化に伴い、署名の分野では2000年の電子署名法の施行により、電子署名が登場しているのに対し、印象の分野では、陰影の画像を電子文書に添付する機能を有する、電子印鑑が登場している。一部金融業などの業界では上司に申請する際に、控えめにお辞儀するように左に傾けた形で、押すといった。 独自の習慣も生まれており、前述の電子印鑑にも、この機能をサポートするものがある。封建の名残で全時代的な悪臭との、インターネット上の批判もあったが、一方で左に傾けた場合も、右肩が上がるという演技の良さを感じるという向きもある。ようである。王義師の乱定女。歴代の所有者の印象が押されている。陰影は、陰国、洋国など国体。 所帯は様々である。日本語の印象という単語の語源は中国の深夜漢の時代に遡る。それ以前の時代において印象はと呼ばれていたが、旗の始皇帝は皇帝が持つもののみを字」、進化の持つものは陰と呼ぶよう定義し、さらに後の漢時代になると上昇や大将軍の持つものは小と呼ばれるようになった。これら自師と小を総称するものとして、 印象という単語が生まれた。ハンコの語源は、ハンコで、後に、当て字で、ハンコとも表記されるようになった。英語に置けるシールをはじめ、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語で印象を意味する語は、ラテン語の単語である、シーギルームを語源としている。またシーギルームは、印を意味する、ラテン語シグナムから派生した単語である。印に関する、 主な用語はそれぞれ次の意味がある。印象、または陰影であり、一定の権利、強制力を有するもの。範囲印象や陰影ではあるが、記号、情報としての機能しか持たないもの。印象は、この本体側、印材を加工、成形して作られる。風例、風浪用のものは、印象が掘られた面が、中央に向かってわずかに凹んでおり、主肉による、 夏陰用は平板化中央が少し盛り上がっている。日本の法令用語としての印象は、概ね、陰影を意味するも含むとされている。陰影誌などに印象を押された後、印鑑称号用の陰影、陰文陰面に用いられる文字、海文職員の例、図中のウィキメディア財団が、海文、理事長院が中文、二重枠の印象の陰文の内外周の部分に、 刻まれている文字。中文二重枠の印象の陰門の内中央の部分に刻まれている文字。陰中、陰尾角型の印象などのつまみの部分。指付、ザぐりザぐりあたり印の上下を確認するために、忍印などの印象の側面につけられたくぼみ。応印、夏印、大夏印象を用いて紙面に陰影を残すこと。両者には法律上は黄印で、 日常的には夏印でという使い分けや、記名応印、署名夏印という組み合わせでの使い分けをすることがある。また、大夏も同意語だが印を押す以外に指紋を押すという意味もある。陰肉応印に用いる顔料を染み込ませたもの。色は種が用いられることが多く、種肉とも言う、インク印を押すための定規のことで、L 字型、T 字型のものが一般的である。 インクを用いれば押し直すことができる。印一根夏印の際に下に敷いて用いる台のこと。既製品もあるが、鏡などの少し厚手の平らなガラス板の上に、河川紙を数枚乗せて用いても具合が良い。ムラなく押せるようになる。応印の目安として、指名欄の後ろにマークを印字することがある。また、淡い色の円や点線の円を印刷し、 該当箇所に応印を求める場合もある。動物と戦う英雄を描いた円筒印象とその陰影。マリのイシュタル神殿で発見。紀元前2600年頃のシュメール初期王朝時代、ルーブル美術館所造原始的な印象は中東の遺跡から発掘されていて、紀元前5000年頃に古代メソポタミアで使われるようになったとされる。最初は、粘土版や、 風泥の上に押すスタンプ型の印象が用いられたが、後に粘土板の上で転がす円筒形の印象が登場し、当初は宝物のゴフとして考案され、後実用品になったが、間もなく当時の美意識を盛り込んだシリンダーシールとなった。紀元前3000年頃の古代エジプトでは、ヒエログリフが刻印された宗教性を持ったスカラベ型印象が用いられていた。それ以来、 認証、封印、所有権の証明、権力の象徴などの目的で広く用いられた。インダス文明では、インダス式印象が普及し、今日大量に発掘されている。これが、シルクロードを通って古代中国に伝わったのは、かなり遅れて、戦国時代初期であったろう。その図上をいなした青銅印を粘土に押し付けると、レリーフ状の図章が浮き上がり、 シリンダーシールとの文化的連続性は否定すべくもない。天国歴史も参照中国最古の、ひいては、アジア地域最古の印象と言われるものの一つに、陰時代の遺跡から出土したとされる三つの陰字があるが、これについては発見の状況が疑わしく、またこの時代に印象が用いられていたことを示す。痕跡が他に何も発見されていない。 学術的な発掘によって発見された印象として最も古いものは戦国時代のものでこの頃から文章や物品の風景にと呼ばれる印象が用いられていたことを示す文献や出土品が数多く発見されている。旗、た、漢の時代に入ると制度が整備され印象は持ち主の権力を示す象徴となっていく。その後、紙に 普及の伴って、中国の印象は、風礼のためのものから紙に、手礼で押すためのものへと変化していき、陰国ではなく洋国が用いられるようになる。一方、隋、唐の時代には、書道の発展を背景として書名が用いられるようになり、公文書や書状に詩院が使われることは少なくなっていった。その一方、この頃から書画などに用いる、趣味、 芸術のための印象が使われ始めるようになり、陰影そのものを芸術とする書道としての天国へと発展していく。中国の印象は芸術として独自の発展を遂げたものの、その後も民間に浸透することはなく、実用的な日用品として用いられることはなかった。識字率の低い時代にも署名や応印の代わりには他の様々な手段が使われた。 日本の天国史も参照日本では57年頃に中国から日本に送られたとされ、1784年に九州で出土した寒意八国王の金印が日本最古のものとして有名である。ただし当時の日本ではまだ漢字が知られておらず、印象を使う風習もなかったため、寒意八国王印が実際に印を押す用途で使用されたかどうかには怪奇的な意見もある。 日本の文献に残る最古の記述は、日本書紀のもので、692年には、自童天皇へ記印を立て祀ったという言及がある。なお、日本書紀にはそれ以前にも、紀元前88年頃に、主人天皇が4、道将軍に印を授けたという記述が見られるが、これについては、後世の脚色と考えられている。日本において印象が本格的に使われるようになったのは、 大化の改新の後、701年の大法律令の制定とともに官員が導入されてからであると考えられる。当時の日本における印象の用法は、つい、党における用法が模範となったものの、それ以前の中国での歴史的用法は伝播しなかった、ため、中国とは面向きをことにするものとなった。律令制度下では、公文書の一面に行印が押されており、奈良時代に勃発した。 藤原中丸の乱では双方で印の確保や脱会が行われるほどであったが、次第に簡略化されるようになり、平安時代後期から鎌倉時代にかけては花王にとって変わられた。しかしながら、室町時代になると、僧から来た禅宗の僧侶たちを通じ、書画に用いる用途で、再び印象を使う習慣が復活することとなり、武家社会へと伝播していく。 戦国時代には顔にかかる手間を簡略化するため、大名の間で文書を保証する用途に略式の書名として印象が使われるようになる。江戸時代には行政上の書類のほか渡私、文書にも印を押す慣習が広がるとともに、実印を登録させるための印鑑帳が作られるようになり、これが後の印鑑登録制度の起源となった。江戸時代の日本における印象は、 命の次に大事なものに例えられるなど、庶民の財産を保障するものとして、非常に重く扱われるようになり、日本独自の印象文化が確立した。明治政府は、印象の変調を悪臭と考え、欧米諸国に習って、署名の制度を導入しようと試みたが、事務の煩雑さや、当時の識字率の低さを理由に反対意見が相次いだ。以後の議論の末、1900年までに、 ほとんどの文書において辞書の代わりに記名押印すれば足りるとの制度が確立した。例えば、1900年には政府の反対意見にもかかわらず、議員立法により、商法中署名数壁場合に関する法律が成立し、商法の規定により必要な署名は記名押印を持って変えることができるようになった。また、印鑑登録制度が市町村の事務となったのも明治時代である。 現代日本においては、印象の制作受け負い、販売を主とする実店舗やオンラインストアがあり、その業界紙も刊行されている。政府では、紙の書類に印を押すという文化が、ペーパーレス化やオンライン化を妨げているとして、E シールなどを利用した手続きを検討している。日本における、主な印象の産地山梨県西厚城郡市川三里町の六号地区であり、 六号印象業連合組合が設置され全国の50%のシェアを持つ。経済産業大臣指定伝統的工芸品として公衆手彫り印象が指定されている。このため、公術する書手続きにおける応印不要化の動きに対して、山梨県知事長崎幸太郎は印象業界の日本の印象制度、文化を守る議員連盟とともに苦言を呈している。 2020年には新型コロナウイルス感染症の流行に伴いテレワークが推奨されるように日本経済団体連合会会長を務める中西博明は印鑑はナンセンスで美術品として残せばいいという意見を表明し代替として電子署名を挙げた河野太郎行政改革担当大臣は行政手続きでは印鑑を原則廃止し 使用する場合は理由を明示することを各省庁に伝達した。なお、河野自身は文化的側面については評価しており、蔵書院も所有している。新型コロナ感染症以前から印鑑の需要は減少しており、行政手続きでの不使用でさらなる需要源が見込まれるため、業界団体では蔵書院や楽観など趣味向けの商品開発を行っている。兵庫県などは、 令和2年度内にオンライン手続きを推進し、応印廃止の方針を公表している。もともと申請に使用する、いわゆる三分半は文房具店で容易に購入できる上、次のように役所内で大量に、書類偽造用に保管されていることがある。大阪府河内長野市では2014年に、私生活保護行政担当者が、 約2億6000万円の巨額の保護費を着服が判明市外部調査委員会が中間答申をまとめた。市の生活保護費を所管する生活福祉課に領収書偽造に使用した印鑑約550本が保管されていた事実が明らかになっている。また、神戸市教育委員会は2019年、定時制の私立高校の女性教諭が生徒に給食費を返還することと、 本人に無断で国の奨学金の申請書に記入、応印するために書類を偽造したことで停職1ヶ月の懲戒処分にした。いずれも20年以上前から学校にあったゴム印を一時ずつ組み合わせて使う印鑑作成キットを利用していた。今後は各県が運営する電子申請サービスが拡充する可能性がある。西東京市ではマイナンバーカード取得者は 電子申請で転出手続きが可能となっている。東京都大田区では、児童手当の現況届の電子申請が可能となっており、自治体によって申請可能内容に格差がある。印象学も参照、クレメンス12世と印象として、使われた法王の身分を証明する漁師の指輪。この漁師の指輪の制度は十三世紀から使われている。紀元前二千年前後に反映した。 ミノア文明では、個人の所有物の印や、容器や家の扉につける封印として、プリズム型や柄のある円形、平板の楕円形の印象が用いられた。ミノア文明を継承したミケーネ文明では指輪型の印象が用いられるようになったが、ミケーネ文明が滅びるとともに印象を用いる習慣も途絶えた。その後、ミノア文明の存在は忘れ去られ、20世紀に、 アーサー・エバンズが、クレタ島で、ミノア文明の痕跡を発見した当時、遺跡から出土した印象は、現地の人々の間でゴフとして使われていたという。アルカイック時代における古代ギリシアでは、古代エジプトからスカラベ型印象が伝播する形で、家屋の扉や貴重品を及び手紙などの封印として、再び、呼び輪型の印象が用いられ始め、紀元前500年前後の古典期に入って、 独自の変化を遂げた。その後、アレクサンドロス大王の東方遠征を境に、金や銀の指輪に宝石をはめ込んだ豪華な装飾の指輪型印象も用いられるようになった。古代ローマの時代には、肖像画を刻んだ指輪型印象が用いられ、財産や食料品に印象を用いて封印をする習慣が盛んになり、 文章の確認のために印象が用いられ始めたことを伺わせる痕跡も散見されるようになる。しかし西ローマ帝国の滅亡に伴い、欧州において印象を用いる習慣は再び途絶えた。8世紀以降の中世ヨーロッパでは支配階級の識字率の低さを背景として、署名の代わりとして印象が用いられるようになる。カロリング朝の王族は古代。 ローマや古代イギリシャの印象を用いるようになり、その後の神聖ローマ帝国の皇帝は自身の肖像画を印象に用いた。11世紀に入ると自身の家系を表す紋章が貴族の印象として用いられるようになり、13世紀末からは王公貴族や聖職者だけでなく役所や職業別組合など一般の市民まで印象が普及するようになる。 欧州における印象の普及が前世紀を迎えるのは14世紀から15世紀の頃で15世紀末になると文章の周囲にラテン語の文字が入った印象が使われるようになり一般の市民や農民の間では簡単な図案や生命の頭文字のみを入れた品質の低い印象も用いられた欧州では15世紀以降識字率の向上や人文主義の高まりを背景として サインが併用され始めるようになり、19世紀になると、欧州における印象は、廃れてほとんどサインにとって変わられた。その後も、貴族階級では、中世からの伝統として、家の文章を記した印象を、手紙の風浪に用いる習慣を続けていたが、それも第一次世界大戦を経て、貴族階級が没落していくと使われなくなった。現代の欧州における印象は、一部の外交文章。 旅券、免許証、免許状、学域、身分証明書など、限定的な用途に用いられるのみで、印象の歴史についての学術的な研究すらも、盛んではない。日本の場合、印鑑登録に用いる実印や、官職員、公職員には法的な規定がある。その他の印象には法的な規制はないものの、用途に応じた慣習的な制限と呼べるものがある。生活。 実用品としての印象。編集特に重要な印象を紛失。破損すると日常生活などで支障が生じるため、必要に応じて使い分ける。認め印チタン製の印象。左が各印、中央が銀行印、右が認め印人員一般に申し込みや受け取りなどの証明用として用いられる。印。性の実が掘られた既製品が多く、三分半とも呼ばれる。 陰材にラクトカゼイン等の合成樹脂を用いたものが多い。深淵のものと楕円のものが多く、かつては双方とも多く使われたが、現在は深淵のものが主流である。陰影の大きさは、慣習的には 9mm から 15mm 程度で、あまりに大きなものは非常識とされる。また、精を入れたインク浸透印も認め印として用いられている。 訂正印修正箇所に修正者を証明するために押すのに用いる印。募金とも呼ばれる。例えば、東京都会刑事務規則第16条には、訂正箇所に認め印を応印するよう定められており、大きさに関する指定はない。監修的に6ミリメートル程度の小型印が使用される。たとえ18ミリメートルなどの大型の印を、 使用しても訂正者を証明する役割において有効であるが、会計帳簿、伝票類に応印する用途としては非常に不便である。種々の応印も参照。深淵のものと小判型のものがある。実印役所に印鑑登録した印象を実印という。偽造を防ぐため、個別に制作されたものを用いることが多く、展示てその登録をする用途に適した印を指すこともある。 個人の実印、法務局に登録する会社及び各種法人の実印がある。一般的には一生に何度も押す機会のないものであり、財産の取引、相続など重要な用途において、印鑑登録証明書を添付して用いられる。欠損、真滅している印象は使用できないため、もともと変化しやすい材質では登録できない。 なお登録できる陰影の大きさは8ト、mm、ル以上2 5ト、mm、ル以内。また、文字の組み合わせや新旧自体など様々な制約があり、どのような印でも実印登録できるわけではない。銀行員銀行もしくは、証券会社等に口座を開設する際に届け出た印。偽造を防ぐため、個別に制作されたものを用いることが多く、 展示でその用途に適した印を指すこともある。実印と違って、法的な規定はなく、各金融機関の裁量で印面の規定が決まっている。このため特殊な書体のものや、イラスト入りのものでも登録が可能な場合もあるし、断られる場合もある。インク浸透印、ネームインタ構室の合成ゴムを印面に用いて、内部にインクを溜め込む仕組みを備えた。 浸透式の印象で主肉を必要としないもの。押すごとに力の入れ具合などで陰影が変形することがある。代表的なメーカーの中からシャチハタと通称される。認め印として通用するが正式な印としては認められていない場合があり、スタンプイン不可、シャチハタ不可と明記された書類も多い。認め印のいる文書の中でも重要度の低い、回覧や宅配の受け取りなどに用いられる。 ただし、正式な印として認められる場合もあり、例えば誘致銀行では、届け出印の材質等について規定がなく、新党員を銀行員とすることが可能である。なお、量販されている新党員は、容易に入手でき、通帳を紛失した時に、大きなリスクとなることが明白なので、各々の,の,の壺値や職員の対応によっては拒否されることもある。 各員個人ではなく法人の請求書、領収書、契約書などにおいて、社名や所在地に付して、確認のために用いられる、角型の印。会社の認め印にあたり、会社員や、社番とも言う。縦彫りが主流だが、文字数が多い団体などは、横彫りを用いる場合がある。丸印個人ではなく会社の実印として用いられる、丸型の印。ただし法的には、 異がないので代表社員に閣認を用いることがある。職員ある職についているものが使用する印。修行の一部はその根拠法令において職員を作成し登録するように定められている。公認公的機関の印。大阪市では大阪市委員、大阪市長の印という確員が用いられているほか、大阪市北区長の印など各区長の公印。 また、用途別に、戸籍専用などの文字を入れたものなどが規則で定められている。天皇の御事も、また幸運である。趣味、芸術としての印象、編集、天国のための印象については、天国を参照趣味や芸術を目的とした印象では、実用の道具としての印象と異なり、印を彫刻したり鑑賞したりすることが、主な目的となる。日本を訪れた。 外国人が自らの名前の発音に似せた漢字の印象を彫ってもらい記念品や土産物にすることもある。楽観印書画の作者によって書画に押される印象。一人の作者によって複数押されることが多く、心眼鑑定の材料となる。なお、単に楽観とのみ呼ばれることもある。わざとかけやすい印材を使い、枠の掛けを趣きとして好む。主に転書体が多いが、 自分流にアレンジした書体を使う人も多い。印材も参照古今東西の印象を並べれば、印象に用いる素材は、時代や地域、用いる人物の地位、用途によって様々である。印材によって、主肉のつきやすさ、耐久性、見た目の良し悪しは異なっており、高価な印材が、必ずしも優れた印材とは限らない。現代日本で用いられる印材に絞っても、 例えば印鑑登録に用いる実印には欠けたり変形したりしやすい印材を使うことができないが、その一方で遊びや趣味性の高い印象には加工しやすいし、サツマイモ、消しゴムなどが用いられることもあるなど、用途に応じて様々な印材が使われている。古代や中世に使われたものも含めた世界各地の印象には様々な形があり、円筒型、円柱型。 角柱型、ドーム型、ボタン型、指輪型、ペンダント型など足したようである。現代日本で用いられる印象の形状としては以下のようなものがある。寸胴上部から陰面まで途中にくぼみのない印象。天音丸上部が丸く途中がくぼんでいる印象。天音角上部が四角く途中がくぼんでいる印象。日本で用いられる実用的な印象には陰面に文字が刻印されているものが、 一般的である。文字には様々な書体が用いられる。天書体古代中国より漢字の書体の一種として使われ続けている古代文字。天書体といえば大天と焦点が挙げられるがこれらは主に天国に用いられ、実用印には印象用に方形に収まるように角張らせた印点が最も用いられる。印天をさらに変化させた畳天などの派生書体も存在する。 昭和以降は実用員として個人や法人の実員、銀行員としてよく使われる。霊書体古代中国より存在する書体であるが現代の解書体に近く可読性が高い。法人院での使用が多く、個人院での使用は少ない。解書体比較的新しい時代に生まれたごく基本的な漢字の字型。可読性が高く、認め院の他院寄進等員に多く使われる。 行書体書体の歴史的には、霊社の走り書きに橋を発する。現代で広く流通している筆記体で、可読性は比較的低いが、柔らかい書体のため女性に好まれる。認め印に使われることが多い。総書体霊書を早く書くために生まれた崩し書体であり、字格を大きく省略したり書き順が異なったりするため、文字によっては、解書体を知っていても読めない場合がある。 可読性が低く、現代では印象にはあまり使われない。コイン体はコイン体とも言う。霊書体に丸みを加えた、日本独自の印象用書体で、国史などが用いた動員の文字を模している。西暦285年以降に、日本で漢字が使われるようになってから使われるようになった。鋳造の際金属が行き渡らなかったり角に多く、たまるために生じる独特の線の強弱。 途切れや墨だまりが特徴。古風な認めながら、可読性は比較的高く、銀行員、認め員、客員など、用途を問わず広く使われる。八方転書体、発方崩し、江戸時代に好まれた印象用書体、転書体をもとに字を大きく崩したもの、印面いっぱいに枠につけるようなものが多い。可読性は非常に低い。 陰相体、喫奏体転書体から異常化、派生した陰象用書体で、必ず枠に文字が接するのが特徴。太字で、陰面いっぱいに文字が配置され、隣り合う文字同士も接する。八方転書体と混同されるが異なる。文字と枠の間に、ゴミや陰肉のカスがたまる隙間がないため、いつでも正確な陰影が得られるという意味で、陰相の良い書体と称される。 見た目にも風格があり、他の読みやすく、一般的な書体と比べると偽造されにくい特徴があるとされる。占いを応用した、印象学に基づく縁起の良い海運の書体で、あるとして宣伝されることもあるが、印象を海運商法の商材のように扱う一部の業者に関しては、様々な問題や賛否もある。個人の実印に多く用いられている、金文最も古い書体の一つであり、 可読性は低く、落観等を除いて、あまり使われない。その他、甲骨文字、江戸文字、明朝体、ゴシック体など様々な書体を用いた印象が、使われるが日本では、一般的ではない。陰国の例、簡易圧国王陰門印象は、陰国と陽国に区別される。陰国とは、文字が陰材に彫られ、夏陰すると、陰字が白抜きで現れる印象である。 洋国とは文字の周りが掘り抜かれ、夏印すると文字の部分が陰肉によって現れる印象である。現在では洋国が一般的である。歴史上の簡易圧国王位がそうであるようにかつては陰国が一般的だった。これは当時印象が風邸に夏印するために使われていたことに由来する。 陰国の印を粘土に押すと文字が突如になって現れるためである。陽国が一般的になるのは紙が登場して主肉が普及してからである。陰国印象は基本的に印鑑登録ができない。袋閉じ書類も参照契約等に際しての応印という行為は意思表示の現れとみなすことができる。例えば契約書等に記名をする行為は その契約を締結した意思を表示したものとみなすことができる。また、印象の使用は認証の手段として用いられることもある。これらは特定の印象を所有するのは当人だけであり、他の人が同じ陰影を検出することはないであろうという社会通念に立っている。それゆえに文書に押された陰影を実印の陰影や銀行などに登録された陰影と称号して、 間違いなく当人の意思を表すものかどうかを確認することが行われる。実際の取引の場面では、印象を持参した者は本人、または本人の申請の代理人であるとみなすのが通常である。しかし、契約などの場面においては、使用された印象を特定しても、実際に応印した人物を特定することができないため、印象の所有者の意図しない不正使用などをめぐり、 後に争われる事態となることもある。民事訴訟法は、第228条4項で、私文書は、本人または、その代理人の署名または、応印があるときは、申請に成立したものと推定する。と定めている。これは、文書の名義の申請という、成立の申請を推定することを意味し、文書の記載内容が申請であることを意味する。 内容の申請とは区別される。この規定により、私、文書にある陰影が本人、または代理人の印象によって押された場合には、明確な反証なき限り、その陰影は本人、または代理人の意思に基づいて押されたと推定され、その結果、同行の要件が満たされるため、文書全体が申請に成立したと推定される。裁判においても、私、文書に押される印の有無は、 当該契約の有無、契約に係る義務や責任の有無を示す重要な証拠となる。同行では、契約書に署名または応印のある契約は、成立が推定される。また、判例では、陰影が本人の印象による場合には、本人の意思に基づいて応印されたものであると推定され、契約の締結も、本人の意思に基づいてなされたものと推定される。 この契約の存在を否定するには押された印象の所有者側が当該契約が自身の意思によらないことを明確に立証しなければならない。なお、当事者またはその代理人が故意または重大な過失により真実に反して文書の成立の申請を争ったときは第230条で裁判所は決定により10万円以下の過料に処すと定めている。 預金通帳も参照日本の金融機関では、預金通帳と登録した印鑑を称号することで、口座取引を可能としていた。この仕組みを実現するため、預金通帳の表紙裏面に、登録に用いた印象の陰影を転写した印鑑表が重複されていた。銀行員の登録原票は、口座開設店にあり、登録印鑑の称号ができるのはその店に限られる。 そこで、通帳に副印鑑を貼り付けることで、他の店でも陰影の称号、そして、口座取引が可能となった。ただし、印象と預金通帳があれば、預金を引き出すことができるため、第三者による悪用を防ぐためには印鑑に用いた印象と通帳は別々に保管することが望ましいとされた。しかし、近年では副印鑑をスキャナで読み取って預金払い戻し請求書に、 カラープリンターで転写したり、陰影から印象を偽造するなどして、登録に用いた印象を所持せず他人の口座から預金を引き出す手口が現れ被害が後を絶たないことから、副印員の調布を廃止し、変えて登録原票をデジタル情報として蓄積し、いずれの本視点でも参照できるようにして、口座取引をどこでもできるようにする方法が普及しつつある。 2017年には陰影をスキャンするのではなく、陰面を光学センサーでスキャンして、デジタル情報と称号するシステムが登場し、三井住友銀行の一部店舗などで実際に使用されている。詳細は、印象偽造の罪を、参照印象は、人の同一性を表示するために文書に使用されるものであることから、その社会的信用を保護するため刑法は、印象偽造の罪を設けている。 古代より印象は信仰や迷信と無関係ではなかった。古代メソポタミアから発祥した印象はもともと魔除けや宗教的な意味を持つゴフであったと考えられている。古代エジプトでは神聖な昆虫として宗教上のモチーフとなったスカラベが指輪型印象の台座としてあしらわれた。中国の印象も神秘的な力によって 風をしたものを守るという発想から生まれたと言われる。近世の日本においては、安倍の生命の陰陽道をルーツと称して、陰影の奇境を占う陰相学が、江戸時代初期に流星し、液境の観点から見て演技が良いとされるように、画数や空穴の数を調整した顔のデザインが、生命の系譜である土見かどけに依頼されるようになる。1732年には、 土見かどけで占いを学んだとされる大小密ソカイ典が表した顔に関する陰板秘訣集という書物が大衆向きに刊行されて大きな反響を呼びこれが後世に印象の文字に応用されて印象学の基礎となったとされる一般に印象学に基づくとされる印象は陰材には造毛水牛の角つげなどが用いられ陰面の大きさは 実印で1 5トル、認め印は1 2トル程度の円形で、書体にはゴミやカスの入りにくい印奏体が用いられる。避けるべき構像として、掛けのある印や掛けやすい水晶の印材や二重枠、模様、指輪型印象などが挙げられる。こうした印奏の良いとされる特徴に従った印象は、ごく無難で大量生産向けの印象に見られるものである。 現代日本における海運商法の商材としての印象は広告を用いて集客を行う通信販売を販路に都市部から離れた地方での安い労働力を使って生産され印象が良いとされる印象を売るのがその主流となっており海運の印と称して高額な印象が売買されることがあるこうした海運商法の商材としての印象は一般的な印象点と異なり 印材の材質や寸法、書体などを自由に選ぶことができないことが多く、印象業者から印象学に基づいた縁起物として一方的に使用を押し付けられることが普通である。全日本印象業組合連合会では、人心を惑わせるような占いの商材に印象を用いることに対して否定的な立場をとっていたが、占いが科学的な真実である必要はないため、 真人をもとに印象を売買することは自由に行われている。また印象学自体にも書けにくい印材や目詰まりを起こしにくい書体を用いて円滑な応援を行うための経験則が集約されており何の根拠もない迷信とは言い切れない一面もある。運気を呼び込むのは印象よりもまず人柄であるという主張や伝統ある天書体それ自体が神聖でありそれを崩すことは 喫騒から遠ざかるとする主張もある一方で、印を押すような人生の局面で失敗をしたくないという大衆心理は根強く、陰影に喫騒を求める需要は多い。詳細は、署名を参照署名とは氏名を辞書することであり、筆跡によってその署名した個人を特定することが可能である。多くの場面で、署名が記名要因と同等のものとしてその効力を、 認められており、刑法の印象偽造や、いわゆる有印公文書偽造といった罪においても署名が印象と同等に扱われている。なお、商法においては、署名が本来の形で、その代わりとして、記名要印が認められている。顔、編集詳細は、顔、参照顔とは、一生化された署名の一種である。爪印とは、爪の形を、 印象の代わりとして用いること。紀元前8世紀のメソポタミアの年度版には辞書の代わりに爪印を用いた例が見られ、世界的にも広く風習として見られる。日本にも8世紀以降伝わり、天皇の最下文書や庶民階層の吟味文書などに用いられた。その場に印象を持ち合わせていない場合、印象の代わりに母印を用いることがある。インとは親指ないし、 人差し指の先に朱肉をつけて押す印のことであり、指紋により、応印した個人を特定することが可能である。別名は死因。ただし、署名が、記名応印と同等のものとして、広く認められていることもあり、警察での供述調書、被害届などの特殊な文書以外の公文書への、母印はあまり用いられない。また、自らの指を切っていた地で母印を押した精死や、 単眼などを欠板状と呼ぶ。日付印のレイン面が、ゴム製の印象をゴム印という。ゴム製の印象とその陰影は、力や熱のほか経年により変形するため、通常、公文書などへの使用はできない。ゴム印は、インク浸透印で代替されるケースが多い。ゴム印には、以下のような用途のものがある。詳細は、スタンプを参照に本において、スタンプという場合は、 半を刺すことが多い。スタンプは観光地など記念用に設置されていて、鉄道駅や道の駅、サービスエリアやパーキングエリアにも設置される。また、各地でスタンプラリーも企画されている。中には、紙などを差し込むことで電動で応印、印字されるスタンプもある。タイムスタンプ及び消し印も参照日付印とは、日付が入った印象、またはスタンプのことであり。 引き付き印、デートイン、データ印とも呼ばれる。書類や金銭の収受、承認の日時を証明するために使われる。日付欄以外に、氏名や組織名、役職のほか、承認、領収、受領、収受などの目的に応じた印面が使われる。一般的には、事務用品の部類に入り、印面はゴムで調整されることが多い。日付部分は、回転式のほか、 差し込み式がある。日付印の類型としては、郵便局の通信日付印、金融機関の収繕員コンビニエンスストアのストアスタンプ、鉄道会社の改札員、社内検察員、交渉人、郵便認証紙の印、出入国等管理証員、ダッチングマシンなどがある。日付印の例現在発行されている日本銀行券には、表側に、総裁の印、 裏側に発見局長という印象が印刷されている。詳細は日本銀行券印象を参照のこと。印象の関連用品として次のようなものがある。ありがとうございます。